ヨードレックペットバースボルトバートルアルタンドルグーン。さあ始まります。アジアトーナメント準決勝の第1試合はモンゴル対タイです。ただいまノックアウト2019ウィンター、さあさあさあ第7試合本日のセミファイナル、ヨードレックペット選手の入場がすごい早かったですね。コンビニ行くみたいな感じでスーッと来ましたよこの平常心ですよね、はい、外国人対外国人ってやっぱアジアトーナメントっぽい感じがありますね。そしてこういったらなんですけれども、あの2人ともですね、顔だけ見てたら本当に格闘家かって思う、優しい顔、優しい顔なんですよね。一番読めるようで期待しちゃうカードですね。北さんもちょっとヨードレックペットとすれ違ったそうですね。あ、さっき自動販売機で遭遇しました。気づきました。普通に自販機使うんだって思う。いや使うでしょ使うでしょ。何だと思ってるんですかヨードレックペット。スイカ使うでしょそれ、はい、さあ実績からいったらもちろんヨードレックペットですが、いきなりいったボルトバートル。ボルトバートルは最初から来ると思いますよ、まあ本当にボルトバートルはなんとヨードレックペットを知らなかったそうですね、うん、なるほど、はい、さすがですね。だから知らないということは怖くない、うん、ということです。はい、行ってる、行きますね。ただなんでしょうこの風格、はい、ヨードレックね、高橋和馬選手がどこ蹴っても痛い、はい、それはこの体ですもん、岩みたいですね、うん、いや北さん、あの太もも見てください。すごいですね、しかしリングの鉄柱ぐらいですもんね。ボルトバートル恐れずいきます。まあだからあと、うわあ怖い、なんか俺、まあ、俺蹴られてないですけどタイって言っちゃいますよね、はい、ヨードレックペットはもう目線が本当に低いんですよね、そこから上を狙ってくるので後ろ回し蹴り、とにかくやれることは全部やるはずです。ボルトバートル、あとはまあ、あと石井さんはそのヨードレックペットがどういう戦い方をするかによると言ってましたよね、うん、まあ最初は今のようにこう見てくると思います、はい、そこまで自分からいかないと思いますけど、なるほど。いや今組んだのに全然上半身動かなかったですね、まあ、このボルトバートルのこれはノーダウンです。ボルトバートルの動きを見ながらどんな選手なのかっていうのをこう見てますね、うん、まあ確かにヨードレックペットもボルトバートルを知らないでしょうからね、まあ、やることは変わりません。でも本当に重い一発の蹴りで、ね、この威嚇ですよね、いつもヨードレックペットの、はい、ボディ、まあ、今回は非常にいい調整ができたと、誰が相手でも問題ないと、ヨードレックペット自身が自分のことを絶好調と言ってました。まあだから重森戦で見せたあの強打が、あの強打を入れてもヨードレックペットが倒れるのかどうかって誰もなんか自信を持って言えないところが怖いですよね、うん、そうですね。ただボルトバートル選手はもう手数出して自分のペースでね作ってますよね試合を、まあやっぱり積極的に打ってって倒せるただ最高ですからポイントは取りたいでしょうからね。ヨードレックペットはですね、こう何か攻撃した後に必ずあの表情を見るんですよ相手の、ほっと目線を上にして何が嫌がってるのかって今すごく様子見てますね。あ、そういうのも、はい、チラチラ相手の表情を見るんですよね。じゃあ今データ収集中なんですか。そうですね。うわー、怖ミドルキックさあとにかく積極的に攻撃を繰り出していくボルトバートル・アルタンドル軍、これで第1ラウンド終了です。怖さを感じますねヨードレックペット。怖いっすよ。怖いとしか言いようがないですね、はい。いやだからそれだけに小坂さん、はい、あそこまでガンガンいけるボルトバートルもすごいですね。今までの選手だと意外と同じように待っちゃって持っていかれるじゃないですか、うん、まあ、知らない分だけあってボコボコいってますから、はい、ちょっとヨードレックペットもあれって感じだと思うんですよね、うん、ただここからきっと王者は修正して倒しにかかると思うんですけども、うん、データ取り終わったんですかね今もうね今ビビビビビビビって今入ってると思うんですよ、はい、Windows かな Mac かな。いやー、ちかさん、はい、ね、あのボルトバートルの攻めだって相当
強力なんですけども、そうですね、全く表情変えないです。全然なんかもうリングとくっついてるみたい。確かに確かに、わかります、わかります。押しても動かなそうですね。いや、動かないですね。さあ第2ラウンド、第1ラウンドはジャッジ3名とも10対10をつけて差はついていません。これから第2ラウンド、データを収集したヨードレクペットが何かその結論を見せるか。おお、でもいいですね、いいですね、ボルトバートル、うん、足を使ってワンツーから、はい、ボルトバートルは足使った方がいいですね、はいはい、たくさん動き回った方がいいですね、うん、ヨードレクペットは。でヨードレクペットは、ごめんなさい、ボルトバートルはもう一発で倒せるパンチ力ってありますんで、はい、でもまあポイント的にもし差がついた場合、それがね、ヨードレクペットが劣勢になった時、うん、でもヨードレクペットはまた戦い方を持ってるでしょうから、うん、まあ、その辺の引き出しが多いでしょうから、もうボルトバートルとしてはもう動いて動いて、そうですね、出して出して出し続けて倒す、何かやっぱ、はい、世界を驚かしてほしいですね、うん、動きます、動きます。ボルトバートル、アルタンドル軍、ヨードレクペットは変わりません、何も変わりません。あー、いいの。でもこのままやめずに攻め続けたら判定で勝つって可能性もありますよね。手勝つはね、はい、確実に、うん、いや、いいですね、気持ちが強いボルトバートル、はい、ボルトバートルがパンチで倒しに来た時がチャンスですよね、ボルトバートルは。あ、ヨードレクペット、ヨードレクペット、すいません、はい、さあでも結構いい感じでボルトバートルの攻撃入ってると思うんですが、山田さん、なんか全く変化が見られません。そうですね、だからもうなんでしょう、ヨードレクがいつでもいけるっていう感じに見えないこともないんですよね、はい、なんか怖い、なんか怖い、今肘いきましたね、うん、お互い自分のリズムで残し間1分、はい、1 minute left。 いや、そうですね、はい、何か戸惑いも見せてないですし、はい、本当自分の時間だけで戦ってる気がします、はい、でもボルトバートルは手応えあるのになんで効いてないのかなって思う部分もあるかもしれないですね、うん、そうですね、はい、ボディ、まあ、そうですね、あのボディとパンチ上、うん、使い分けた方がいいですね、はい、パンチだけだとやっぱり硬いガードを崩せないので、はい、体も硬いですがガードも硬い、ヨードレクペット、インドを当たってるんですが流れません、足がずいずいずいっと前に出てきます。動いて動いて、うん、すごいな、いや、これ肘気をつけた方がいいですね、これ右の肘きますよ。あー、怖いって。いやー、いやが王でもあの森井洋介戦を思い出してしまいます。菊田さんもね、あの森井戦の肘は、いや、もうあれちょっと見たいけど見たくないです。なんかあれ実際に生でご覧になられてね、その日から夜眠るたびにあのシーンが頭になって毎日、ごめんごめん、はい、さあ、まあでもこの方やっぱボルトバートル積極的にいってますね、と思いますよ、ね、逆にそんなに明確なダメージはないはずなんで、見た感じ、はい、ちょっとこのまま行けば分かんないですよ、トーナメントですから、うん、あ、そうですよね、トーナメントですか、これは、うん、負けたら終わりのトーナメントです、はい、うん、あ、第2ラウンド3名のジャッジ10対10イーブン、うん、ほら、ここも差をつけませんでした、これはすごいよ、はい、これが5ラウンド続けばボルトバートル、そうですね、ありますよね、やっぱ知らないってすごいですね、はい、行けちゃうんですね、そうですね。この問題集は難しいと思わなければ解けるようなもんですかね、うん、そうですね、はい、でも相当難しいと思うんですけどね、この問題集、はい、さあ第3ラウンド、ボルトバートル、アルタンドル軍対ヨードレクペット、オーピティサック、タイ対モンゴルの戦いです。勝った方が決勝に進めます。このラウンドからヨードレクペットはもうちょっと倒しに来るんじゃないかなと思いますけどね、ちょっとプレッシャーかけ始めますね、うん、まあ1回戦の岩城雄介戦もそうでしたし、もちろん高橋和真戦もそうでしたが、倒しに行かないときは倒しに行かないじゃないですか、ヨードレクペット、そうですね、ええ、
まあ、それで勝ててきてるので、ええ、その戦い方で行くのか、はい、本当パンチで倒しに行くのか、ヨドクペットがぐいぐい前でパンチに行けばゴールドバートでチャンスありますよ。あーなるほど、うん、いやでもよく動いていますゴールドバートル、うん、あーしかしミドルの威力ヨドクペット、バックスピンキックミドル、ああいう技たくさん出した方がいいですね、うん、まあ、タイ人はあんまりああいう技出さないので、うん、いやでも矢部さん、はい、ゴールドバートルやっぱスタミナありますね、すごいです、うん、これ5ラウンドまでいったら本当すごいです、すごいのですよね、はい、なんか当たり前のように見てましたが動きっぱなしです、はい、でこうやってねバランス崩して倒れてもすぐ立ち上がって、はい、でまあやっぱりそのいやロー、このローは効いてくると思いますよ、おクリーンヒットしました、はい、今そうですね、ヨドクペットが入ればチャンスありますよ、ね、ああいう風に、はい、前回の重盛戦みたいな感じで、うん、まあとにかくねモンゴル出身ということで幼い頃からやっぱ馬に乗って乗馬でまあ草原を駆け回っていたんで、まあ、非常にやっぱその体幹が強いというゴールドバートルです。おっとちょっと動きが止まったか、ちゃんと入ってますねゴールドバートル選手、残り時間1分、残り時間1分で止めない方がいいですね、うん、これですね、ゴールドバートルのパンチが入りますが、おやおや、いい印象です、これすごい、うん、入る入る、ゴールドバートルは内割り、いい、はい、内割り気をつけた方がいいですね、あのカウンターうまいんで内割り、はい、ゴールドバートルは内割りですね、気をつけて、もうガードしてませんよもう。さあ残り30秒、あーこれも当たりません、よく見ていますゴールドバートル、変わらないリズムのヨードレクペット詰めてきますが、先に攻撃を仕掛けるボルドバートル、ミドルが入るが行きます、ボルドバートルミドルが入るが行きます、ミドル捕まれて、これで今回第3ラウンド終了、ボルドバートル、ボルドバートル、このラウンド取ったんじゃないですか、いや、いけたと思いますよ、てか僕今まで見た中で一番ヨードレックペットが頭が揺れてる感じがするんですよ、ちょっと息もね上がってきてですよ、ね、イラッとしてましたよね、そうそう、このラウンド後半ちょっとヨードレックペット下がり始めましたからね、そうですね、はい、いやしかし本当にもう豊富なスタミナを持っていますボルドバートル、ヨードレックペットに取りましたね、そうか、これ石井さん今のジャッジはどう見ます、まあ、あのパンチは当たってますけど、まあそこまでのダメージではないっていうのと、あと、まあ、ヨードレックペットの蹴りが的確に当てられたっていうところ、手数より もうクリーンヒットとかそういったところですよね、はい、クリーンヒットそうですね、その印象は強かったですね、ここでボルドバードルが取ったらヨードレックペットの戦い方変わるんでしょうけども、さあ矢部さん注目の第4ラウンド、はい、これいってほしいですね、まあ、今のでボルドバートルしては倒れないんだってのが理解したでしょうから変えなきゃいけないですよね、はい、でヨードレックペットにしてみればこのままの戦い方で勝てるということを確信しました、まあ、でもヨードレックペットはもうパンチもらおうが蹴りもらおうがもうそこでもらったタイミングで下がらないので、はい、で印象がもう悪くはないんですよね、もうそれがなんかおかしいですよね、蹴りもらってパンチもらって下がらないって、はい、うん、痛いのに、あと下手するとダウンするのに、うん、でこう食らってるうちにあれ3キロ近くの肘が衰えてきてるっていうのを感じる可能性もありますからね、うんうん、でも効いてるという素振りは見えません、ヨードレックペット、そしてボルドバードの方にも大きなスタミナのロスというものは見えません、ちょっと手数でも落ちちゃった、ね、うん、とにかく攻撃を出さないと勝てません、ボルドバードル、おい、でも距離ちゃんと見ていますね、ヨードレックペット、ただボルドバード選手のあのパンチはもう全部顎ではなくテンプル気味に打っていくっていうね、うん、この意識を飛ばしてしまうという、
ヨードレックペットはガードが硬いのでどうしてもテンプル気味になってしまうんですよね。やっぱり顎になかなか当たらないですよね。もちろんテンプルもクリーンヒットすれば、うん、来ますけどね、はい、あー蹴りを出したことよ。ボルドバートルも合わせますが、うん、あー移動すごいローですね。ロングタイツで見えないからですけど、同じ色かもしれないですよ、足がもう黒くなってる、黒いかもしれないですよ。でも頑丈ですね、ボルドバートル、さすがですね。まあ、あのシリモリ戦なんかはね、まあ、見る方によってはその言ってみればラッキーパンチのように見えるかもしれませんが、やっぱこうやって見るとやっぱ強いですね。強いです、さすがです。あのパンチがなくてもまだ11戦しかしてないんですよ、はい、残り時間30秒。ヨードレックペットのことも知らなければ負けもまだ知らないので、あのボルドバートルは、はい、うわ折れません、とにかく心が折れません。さあ第4ラウンド、時間がもうありません。ここでゴング、戦いは最終ラウンドに持ち込まれます。いやヨードレックペットの試合になってきましたね、はい、まあボルドアードルはあれですね、やっぱりパンチの距離で打ち合いたいんですよね、はい、ただそれをさせてくれないヨードレックペット、はい、さすが世界最高王者、はい、まあなんといってもラジャダムナとルンピニーのチャンピオンですからね、はい、いや小坂さんいかがですか、はい、まあ、あのお相撲さんに聞いたことがありまして、モンゴル人何が強いのって言ったら、押すのも引くのもやめないんだって言って、ずーっと引いてる、ずーっと押してる、だからそれを今思い出しました。まだやめないなと、やめません、ね、ただこれだけだったらなかなか倒せないんじゃないかなって気もしました、まあ、相手がヨードレックペットですから ね矢部さんいかがですか。いやもうあのなんかテクニックっていうよりはね、もう持ってるもの全部出してる感じなので、うん、まあただ絶対王者がね、このチャンピオンがどうするのかっていうラストラウンドしたくさいですね。このファイナルラウンドヨードレックペットはおそらく勝負はしないと思うんですよね。前半は行くと思いますよ。前半は行きますか、はい、でこのままで行けると思ったら、まあ、タイ人特有の、はい、あの引いて戦うというような、だヨードレあのボルドバードのこのやっぱミドルとかローとかパンチがもうポイントになってないってことがもうヨードレックって知ってるわけですもんね、うん、さあしかもカウンターのパンチも深くもらわないような距離感になっています。やはりあの印象的にはですね、ボルドバードがあの蹴り食らってやっぱり返せてないので攻撃を、うん、そういうところなんですね。そうですね、うん、いや完全に効かされてはいるんですけども、パッと見そう見えないところもボルドバードルすごい。チーム戦ではダウンを奪われましたが、ヨードレックペットとやりながらまだダウンは奪われていません。ボルドバートル、しかしやっぱこのプレッシャ ー強い結構入ってますよね。ボルドバートルも合わせていくんですが、おいローヨードレックペットはもうそこまで冒険はしないんじゃないかなと思います、でも今ミドルもねしっかりパンチを入れて当てています。パーパチ、しかもこの組んでもね全然無理しませんもんね、はいはい、でも倒すところも見たいな。そうなんですよね、そうなんですね、言ってほしいですよね。ボルドバートルにはちょっと申し訳ない話ですが、どっちにしろもうバシバシ蹴ってほしいですけどね、やっぱノックアウトなんで。そうですよね、でもこのミドル、いやでもすごいボルドバートル、そうですね、まあ、あれ KO 寸前のパフですね、パフです、いやすごい。まあ、ヨードレックペットの中でもやっぱボルドバードのパンチの強さは多分分かってると思うので、シリモリさんも見たんでしょうね、うん、
でそこまでいかないんじゃないかなと思いますね。やっぱリスクをね、うん、しっかりと潰していく。あちょっと今ボルトバートル苦しそうな表情した。もう時間がありません。ファイナルラウンドボディを打っていくボルトバートル、うん、残り時間10秒、組んでる間に時間が過ぎていきます。アジアトーナメント準決勝、ここで試合終了。試合終了です。判定になります。準決勝第1試合、決勝戦に進むのはどちらか、その目は判定に委ねられました。ふぅっていう感じですね。ふぅという、今いっぱい酸素を吸えた気がします。いやー、北田さん、もう我々一般人だったらね、はい、ヨードリックペットの緑一発で3日は寝込みますからね。いや、多分死にますよ、私。事故じゃなくて事件になります。いや、でもすごかった。ボルトバートルすごかったと思います。すごかったですね。うわ、タフだわ。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ小川50対48、赤いヨードリックペット、ジャッジ和田50対48、赤ヨードリックペット、ジャッジ岡林50対47、赤ヨードリックペット。以上判定3対0を持ちまして、勝者赤コーナーヨードリックペット PT サック。1回戦の岩城優勢戦に続き、この準決勝ボルトバートルアルタンドルグン戦も5ラウンド判定で勝利。まずはヨードレッペットオープサックがアジアトーナメント決勝戦1つ目の駒を手に入れました。来ました。それではこの選手もございます。いやー、小坂さん、はい、当たり前のように階段を登ってきましたね。そうですね、なんかもう倒し方が見当たらないというか、なんか一番最初の頃のストリートファイター2のベガみたいなもんですよね。もうどうしていいか分かんない、飛んでくるの無理じゃんみたいな。いやー、蹴っても殴ってもダメ、どうすればいいんですかね。矢部さん、これが世界最高峰王者です。いやー、そうですね、本当になんかこう結果としてみれば危なげないというか、盤石の形の勝利でしたね。